はるくん、はるくん、はるくん、はい、おめでとう。はい、どう、それだ、さでべ。はるくん、おめでとう。はい、どうぞ。これはじいちゃんから。はい、おめでとう。ありがとう。はるくん、お年玉いっぱいもらったね。何買いに行くの？こんにちは。内緒？しまわなきゃ。はるくん、ポケット入れて、お年玉。はい、ポケット入れんと、はるくん。落とさんようにポケット入れて。ちょっとお話聞いてもよろしいですか？ハルくん、なんでジャンボは2枚着てるの？89歳。大将、今年何番もらんて。はい、皆さん、こんにちは。はい、ハルくん、ハルくん、お年玉いっぱいもらったね。はい、なんか、もう無駄遣いしたんだって。もう何か買ったの？はい、ということで、ハルくん、お年玉を見して。じゃあ、財布の中入ってんだ。うわ、いっぱいある。いい？いいよ。入ってないんじゃないの？ハルくん使ってからもうないんじゃないの？分かった、もうハルくん使ったんでしょう。あるの？入ってる？ガチャ。入ってないじゃない。ハルくん、もう使ったんじゃないの？ハルくん、何言ってんの？あ、出てきた。出てきた。あ、1000円。1000円入ってたの？うん、よかったね。次、リュウソウジャーの袋だね。しゃ。10円？うん。それ誰からもらったの？10円は誰からもらったの？次きた。次はいくら入ってるかな？だ、コインなの？チーチュ。誰にもらったのそれ？500円？それ誰？あぶき。はるくんにもらったの？うん。はるくん、自分で自分にお年玉あげたの？はい。ええー。できた。今、はるくんのお年玉1510円。はい。はい、じゃあ次は？じゃ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 ん。うわ、すごい。ついに出た、お札。うわ、すごい、3枚も入ってる。めっちゃすごい。すごいじゃん。それ誰にもらったの？ばあば。あ、ばあちゃん？うん。ばあちゃんにもらったんだ。うわ、いいね。あ、いっぱい。いっぱいだね、はるくん。1円。うわ、すごい、4000円もある。あと他は？5個。あ、1000円だ。すごい、はるくん。めっちゃもらったんだね。うん。1000円、2000円、3000円、4000円、5510円。いい。すごい。いっぱいもらえたね。はい。5個。あそこ入れとくの？うん。はい。やったね。何するのそれで？買った。ああ、ベルト買うんだ。ああ、そうだよね。ハルくんベルト買うんだよね。ということでね、ハルくんお年玉使って順序が逆なんですけど、デラックスアタッシュカリバーをね、買ってきました。まだ持ってなかったんだよね。うん。アタッシュアローとかアタッシュショットガンは持ってたんだけど、一番最初にね、発売されたアタッシュカリバーだけね、ハルくん持ってなかったんでね、自分のお年玉で買ってきました。よかったね、3つになったよ。うん、やったじゃん。じゃあ開けてみる？はい。まず最初はどれから開ける？1番くじか
あたしパリパどれから開けていく？剣。剣から開ける？うん。それじゃあね、開けてみて。あーよかったね、3種類揃ったね。じゃん、金。今更なんですけど、デラックスアタッシュカリバー開封しました。電源入れていきます。アタッシュカリバー。それではね、音声聞いていきましょう。まずね、アタッシュモードの状態でトリガーを引いてみます。アタッシュケース opens to release the sharpest of blade。そしてここからね、ブレードモードへ変形させます。次はね、必殺技を使っていきます。まずはね、アタッシュモードに戻します。そしてここでね、さらにブレードモードに変形させます。はい、今フルチャージしましたんで、トリガーを引きます。引いてはるくん。今ね、カバンストラッシュをね、使いました。さらにチャージパワーアップ必殺技をね、使うことができますので、そちらをね、使っていきましょう。はい、しかして、そしてここでね、プログライズキーを差し込みます。よいしょ、トリガーを引く。いいじゃん。ということで、はるくんも3つのね、カバンを手に入れました。よかったね。仮面ライダーのね、1番くじ3回引いてきたんで、ちょっとね、もう出していこうと思ったら、見えちゃってまーす。はるくん。なんかもうね、とても残念なものが見えちゃってます。あら。それ入れてる場合じゃないよ、はるくん。紹介していこう。まず1個目はね、D 賞が当たりました。墨式タオルになります。これはね、仮面ライダー電王ですね。やっぱね、こちらにある12種類になります。わー、入れたの？なんかかっこよくないよ、仮面ライダーそんな袋に入れてたらね。2回目もね、D 賞が出てきました。仮面ライダービルドのね、タオルになります。ちょっと開けてみる、タオル。うん、はい、こんな感じですね。なかなかいい。こっちの方がね、ちょっと大きいんで、なんか使いやすいかなと思います。うん、ビルドね。そうそんな感じ。3回目はいい賞が当たりました。レジェンド仮面ライダーで全8種類入ってるみたいなので、何が入ってるのかは開けてみないとわからないみたいです。パパはね、やっぱりね、ダブルが大好きなんで、ダブルが当たってほしいかな。よいしょ。ウィザードか。はい、ウィザードが出てきましたね。じゃあちょっとね、出してみましょう。仮面ライダーウィザードでね、フレームスタイルのフィギュアが出てきました。 E 賞でもね、すごいいいよね。できればね、 B 賞が当たってほしかったんですけど、今回はね、当たりませんでした。ああ、そうだそうだ、ハルくん、仮面ライダー令和ザ・ファーストジェネレーションの名刺と学生書が入ってるらしいので、まだハルくんね、開けてなかったんで、一緒にね、今日開けてみたいと思います。あ、誰が出てきた。ワンパック目はね、こちらのね、2枚が入ってました。アマツガイの名所ね、妙院ケイトのね、学生書が入ってました。もしイズが出てきたら、パパにちょうだいね。うくれる、ハルくんの。もう行かなかったん。出てなかった、うん、残念だね。見せて。2パック目はヒデンアルトの名刺と時は相互のね、学生書が出てきました。わあ、ハルくん一番欲しかった、いつ出てこなかったね。出そうなったのね。そんなんじゃない、そんなんじゃない。そんなんじゃない、アルトかっこいいよ、もっと。うん、
こんな感じで今回はね、ハルくんのお年玉を大公開してみました。あ、伊豆が欲しかったね。結構いい、うん、いいよ。はい、それでは皆さんまた見てくださいね。バイバーイ。バイバーイ。テッドテッドオルトでーノイトいいチャンネル登録はこちらからしてね。うーい。